東方洋洋部 Perfect Cherry Blossom。 こんばんは、カナエです。今年の春は桜を見に行けなかった。だから普通に幻想郷にお花見しに行きたいと思います。私はマリサが好きなので、マリサと言ったらマスタースパーク。白銀の春。ヨーヨームではいつまで経っても春が来ない。春はどこへ行ってしまったのか。春を探しに旅に出ます。私は東方の実況をするのは初めてなんですが、私の実況ではスコアとかスーパープレイとかそういうのは全く気にせず、あくまで東方の世界観を楽しめるような実況をしていきたいと思います。あと東方はこの音楽も素晴らしいので、私の実況は最低限に大事なとこだけ喋りたいと思います。というかそんなに喋っている余裕がないと思います。今いたのがチルノです。ノーマルだと立ち絵もなく、ただ出てやられる、そんな雪のように儚い存在です。なんで私がこんなとこにいるんだ。冬の雪山は遭難しやすいんだぜ。なんで遭難しやすいか知ってる？冬の雪なし山がないからだな。やっぱりあなたも遭難者？私は普通だぜ。かわいそうに寒さにやられたのね。そうだな。本来なら今頃は人間たちが桜の木の下で眠る季節だしな。今年は冬が長いわね。私もいい加減春眠したくなってきたわ。しっかりしろ。この寒さで寝たら殺すぜ。レティホワイトロック。リンガリングコール。Flower Wither Away。 こんなやつでも倒せば少しは春度が増えたかな。マリサイケメンですね。迷いがの黒猫、塔の幻想物語。塔のというと岩手県ですね。確か妖怪も扱った民俗学があったかと思います。鳳凰乱舞。
ああもう、ここは人間のような何かが住みそうなところだな。猫とか犬とか狐とか。呼ばれて飛び出て、出る杭は打たれるか、チェン。で、何の用？四本足の生き物に用などないぜ。二本足。迷いがにやってきたってことは、道に迷ったんでしょう。道なんてなかったけどな。さっきから吹雪で視界悪いし、風向きもコロコロ変わってるから。そうか、風向きが変わっていたのか。道理で。もう帰り道わからないでしょ。道理で。いや、おいエツォン、中国語で枯葉の意味。希少生命。天仙明道。この雪のように落ちてくるのが難しい。視界永遠。方法はこのスペルカードの弾幕はもちろんですが、漢字が難しいですね。道理で。どうでもいいやつに会うわけだぜ。人形疎開の夜。ブクレシティの人形師。いきなり現れる彼女がアリス、アリス・マーガトワイ。ブクレシティの人形師とありましたが、ブクレシティとはルーマニアの首都ブカレストのことです。アリスは人形師なのでルーマニア出身ということなんでしょうか。ルーマニアには吸血鬼の伝承があります。なんだか居心地がいいぜ。こんな殺伐とした夜がいいのかしら。いいんだよ、所詮あなたはの魔法使いね。温室魔法使いよりは良くないか。都会派魔法使いよ。ああ、辺境にようこそだな。田舎の春は寒くてやーね。誰のせいで春なのにこんな吹雪に遭ってるんだ。ちなみに私のせいではないな。そうか。でもなけなしの春くらいは持ってそうだな。私もあんたのなけなしの春くらいをいただこうかしら。人形裁判。
この人形裁判という曲は何年も前にマリサは大変なものを盗んでいきましたという動画があったと思いますが、あの原曲です。博愛のフランス人形。赤毛のオランダ人形。このメロディー懐かしい方も多いんじゃないでしょうか。人形裁判は私も過去に編曲アレンジしたことがあります。霧のロンドン人形、これが難しい。マサイコーの上海人形。ちなみに私はフランスとロンドンと上海は行ったことがあります。いつも冬ってこんなに騒がしかったのか。だいたい普通の人間は表に出ないからな。私を普通の人間と一緒にしないでよ。異常な人間か。普通の人間以外いいですね。さあ、そして4面、天空の花の都。東宝をある程度遊んだことがある方はわかると思いますが、だいたいこの4面になると本気を出してきます。ちなみに5面になると殺しに来ます。雲の上の桜花結果。めちゃくちゃ撃ってくるので危ないと思ったらためらわず。そしてリリー・ホワイト、これがまた強い。
ああ、長い。彼らも弾幕を展開される前にぶっ殺しましょう。この結界はすごいな。素人にはさっぱり解き方がわからないぜ。何を隠してあるんだか。企業秘密。イリカプリズムリバー。音波キャラ窓。そんなんじゃこの結界は開かないって。どうでもいいけど、お前は誰だ？どうでもいいじゃん。ああ。どうでもいいぞ。どうせ倒せば扉が開くんだろう。リリカのお友達？ルナサープリズムウェブ。お友達だぜ。お友達よ。それはよかったわ。ようやくリリカにもお友達ができて。メルランプリズムウェブで早速だが、友達のよしみでこの結界を解いてほしい。その前に一曲聴いてからにしない？友達のよしみ。お題は見てのお帰りよ。友達のよしみのせいで。よしみ、どうにもあんたらじゃこの結界を解けそうにないぜ。さあ演奏開始よ。姉さんやっちゃいな。お友達なんだからたまにはソロでやりなさいよ。うえ、わかったよ。いつでも手助けする。手助けは無用だぜ。危ない。先ほどマリサが音波キャラ窓と唱えていましたが、あれは何の意味もないのかと思ったら、クラリネットが壊れちゃったファントムディニングの歌詞に出てくる言葉で、どうもフランス語のようです。その意味は友よ一歩ずつというものだそうです。バツヨーリ瞑想。俺も難しい。
プリズムコンチェルト。レーシャーコンチェルトグロッソ。俺ももうめちゃめちゃ打ってきます。ああ。なので頑張って避けましょう。危ない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 よ危ないよ。スパーク打っていいよね。さて扉は開くのか。この扉は開かないわ。お前たちはこの中に入るんじゃないのか。私たちは上を飛び越えて入るのよ。ほう。悪玉露階段の源頭。スタースパークと言いたいところですが、つい避けたくなっちゃうんだよね。あなた人間ね、ちょうどいい。あなたの持ってるなけなしの春、すべていただくわ。陽動ガキの断食。だいぶ暖かくなってきたな。みんなが騒がしいと思ったら生きた人間だったのね。コンパク陽務。私が死体なら騒がないのか。騒がない。人間がここ白玉楼に来ることはそれ自体が死のはずなのよ。私はきっと生きてるぜ。あなたはその結界を自分で越えてきた。その愚かさに霊が騒がしくもなろう。で、ここは暖かくていいぜ。それはもう幻想郷中の春が集まったからね。普通の桜は満開以上に満開だわ。死体が優雅にお花見とは洒落てるな。それでも西行あやかしは満開には足りない。西行あやかし、うちの自慢の妖怪桜よ。それは見てみたい気もするぜ。ともかくあとほんのわずかの春が集まればこの西行あやかしも満開になる。あなたが持ってきたなけなしの春が
満開まであと一押しするってものよ。しかし、せっかく集めた春を渡すつもりなどあるわけもないぜ。満開まであと一押し。いっそのこと、私がお前の集めた春をすべて奪って、その妖怪桜を咲かせてやるぜ。私の集めた春は私やしない。私もな。妖怪が鍛えたこの老漢剣に、切れぬものなど、ほとんどない。二百余巡の一戦。余巡とは7キロぐらいを指します。危ないよ。無為無策の名罰。これも難しい。避けられなかったか。まだまだ。五入幻想。天神の五愛。危ない。さあ、その妖怪桜まで案内してもらおうか。どの道、西行綾香が満開になるんだったらそれでもいいんだけど、なんか納得いかない。誰が満開にするなんて言ったんだ。私は花見がしたいだけだぜ。もうね、心臓に悪いですね。遠離江戸、権愚浄土。かの夜、浄の亡骸。アルティメット・トゥー。遠離江戸とは、この世を忌み嫌い、隠居するようなこと。権愚浄土とは、そんな現世を逃れ、浄土を願う気持ちを示します。そしてここもあとちょっと頑張れば、ヨウムが助けに来てくれる。これ以上踏み込んでお嬢様に殺されても知らないわよ。そもそもこの先に行かないとこの春も渡せないんだから。
満身創痍のはずのヨウムが最後の力を振り絞って立ちはだかります。1年無量号、これも難しい。第3波が難しい。避けられなかったか。いい桜が舞ってきたね。どこに行っても満開だな。まだまだあと少しなのよ。あん？もう少し春があれば西行あやかしも完全に咲くわ。持ってきたぜ、そのなけなしの春を。あら、あなたがヨウムの後継ぎかしら。まさか、私はこんな偏僻なところで一生終えたくないぜ。じゃあ代用品？話を聞いてるのか。聞いてるわよ。死ぬ時は桜の木の下で死にたいってことでしょ。何をわけわからんことを言っているんだ。とにかくどうしても西行あやかしの封印を解きたいのよ。だからさせてやるぜ。何かいいことあるのか。さあ、ただじゃあ渡せん。花見なんてどうかしら。うちの花見は賑やかで楽しいわよ。ちょっと前に賑やかそうな奴らを倒してきたような。何にしても冥界の桜は人間には目の毒かしら。ああ、この辺は刺繍でいっぱいだな。あら、あなたは目で匂いを嗅ぐのね。ああ、匂うな。こんな辛気臭い春も初めてだぜ。失礼ね。そんなここの春はあなたたちの住む幻想郷の春よ。失礼な。誰が目で匂いを嗅ぐ。会話がずれてるずれてる。あの世は音速が遅い。そんな音速の遅いところにはこの春はやれねえな。それは残念。今度から空気の温度を上げて話しますわ。ついででいいが、でもせっかくだし辛気臭い春を返してもらうぜ。死人女なけなしの春をいただくわ。黒い魔優雅に咲かせ墨染めの桜。西行寺ゆゆ子。望賀鏡宿材。聖者失滅の断り。市長。危ない。
スワローテイルバタフライ、これも難しい。美しいね、幻想郷でお花見、桜だよ。Repository of Hirakawa。完全なる墨染めの桜、ボーガ。あっと、間に合わなかったか。ハンコン町三分咲き、2秒。やった、東方ヨーヨーム Perfect Cherry Blossom。 2003年、
Program, Graphic and Music, ZUN 戸賀重き桜の花の読みの国生きては見えず死しても見れず東方はノーコンティニューでクリアするとエンディングと呼ばれるエピローグのようなシーンがありました。ただそれはズンさんのご意向で非公開とさせていただきます。An old test player and you。 さあ白銀の春から満開の桜まで美しかったですね。ご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。また次の幻想郷でお会いしましょう。 Next Fantasy。